バルドナードということでね、バルドナードセーブ失敗2失点負け投手なってしまいました。打たれましたね。ちょっとねボール先行でね逃げのピッチングに、ね、なってましたね。まあね、西武打線そこまでね調子よくないんでね、ストレートでねどんどん攻めてねいいと思ったんですけどね、逃げのね投球でしたね。まあね、嘆いてもしょうがないのでね、6月2日日曜日のね活躍選手予想していきましょう。昨日までのねランキングなんですが、4252ポイントで477位とかなりねいいところまで上がってきました。で今日もね、選んでる抑え4人中ね3人登板して、オスナとねマルティネスがねセーブを上げて、あとねバルドナードも出てくれて、まあ、完璧だと思ったんですけど、まあやられましたね。まあこれが活躍選手予想ですね。まあ今までね全然危なげなかったんですけど、いきなりねやっぱり崩れるんですね。はい、じゃあね明日の天気予報なんですけど、明日はね屋外球場2球場ZOZO マリンと楽天モバイル球場あります。で2球場ともね明日はね雨予報なんですね。ただ降水量的にはねそこまで降らないということで、まあ試合をね、やる可能性は高いんですけど、中止のリスクもそこそこね高いです。なので僕はね明日はこの2球場からは選びません。ただ楽天対ねヤクルト、岸さん対石川さんなんですけど、今年ね両投手結構ね打たれてるんですね。でもしね雨の中試合をすることになれば結構ポイント、まあ得点がね入るんじゃないかなという予想なんですね。なのでもしね勝負をしたい方っていうのがいましたらね、まあ、そこのね選手を多く入れてみるのもありだと思います。ただね中止のリスクは結構あるので、まあ、そこはね自己責任でお願いします。明日ね午前中できればねコミュニティにまたね天気のねリスクを載せたいと思うんですけど、明日ちょっと僕仕事してるんで、ちょっともしかしたらね載せれないかもしれないということですね。じゃあね明日のオーダーをね発表していきたいと思います。はい、ではね保守からですね。保守はね日ハムのタミヤさん選びました。対戦相手は DeNA の大貫さんで、対左が2割3分1厘で、タミヤさんね前回ね福島さんの時、マスクかぶってたんで、まあ先発ねマスクかぶる可能性が高いと思うんですけど、ただね DH の可能性もあります。でファーストなんですけど岡本さん、対戦相手が西武の某高橋、2割2分ですね。で岡本さん今日サードでね先発してちょっとねびっくりしたんですけど、ファーストがねウレーニャということで、多分ねゲーム終盤には、まあ、サードで先発しても守備固めでねファースト岡本さん、サード門脇さんとかになると思うんで、まあ、多分ねファーストは大丈夫だと思います。でセカンドね吉川さんで、対戦相手が西武の某高橋さんで、対左は2割5分ということで、今ね巨人の、1番丸さん、2番ヘルナンデスさんがね調子いいんで、チャンスでねかなり回ってくるんですね吉川さん岡本さんに、ということで打点がね稼げるんじゃないかなという予想でね、この2人を選びました。でサードはね栗原さんで、対戦相手がカープのアドゥアさんで、対左が2割4分3人ですね。で栗原さん今日ねカープ戦見てたんですけど、結構ね調子良さそうです。なので選びました。でショートなんですけど、日ハムの水野さん初めてね選びます。で対戦相手が DeNA の大貫さんですね。で対左が2割3分1厘ということで、水野さんね長打率が結構高いんですね。でホームランも3本打ってるんで、ちょっと明日ねショート本当はねヤクルトのね長岡さん選びたいんですけど、雨のねリスクが僕はね嫌なんで、ここはね水野さんを選びます。なので勝負に出たい方は、まあ、長岡さんを選んでもねいいと思います。でレフトはね近藤さんで、対戦相手がカープのアドゥアさん、対左が2割4分3厘ということで、まあ、近藤さんはね今日もめちゃくちゃねいい当たり、まあ何個かね、いい当たりヒット性の当たりをファインプレーされてたんですけど、ここはね近藤さんでいいと思いますが、 DH がちょっとね怖いですね。山川さんがファーストで近藤さんが DH っていう可能性もねあるとは思います。でセンターはね秋山さん今回選びます。で対戦相手がソフトバンクの和田さん、対左が2割2分2厘なんですけど、秋山さんね左に結構得意なんで、まあ、センターは秋山さんにしました。ただね、まあ、たまにセンターにね違う選手入れて秋山さんがねレフトに回るっていうこともあるので、まあ、ポジ1がもしかしたら変わるかもしれないんですけどね。でライトはね、末金さん、対戦相手がソフトバンクの和田さんで、2割9分2厘なんですけども、末金さんね今日レフトで出てましたね。まあ、野間さんがね
スタメンで出るかどうかでね、ここが変わるんですけど、まあ末金さん選びたいんで、今日もねめちゃくちゃいいバッティングしてましたね。選びたいんでここはね選びます。で DH はね山川さんで、対戦相手がアドゥアさんで、タイミングが2割6分で、今日もね全然結果残してないんですけど、ほんとね紙一重なんですね。今日もホームラン性の当たりをね3本ですね、3本ともねレフト線にファールになったんですけど、ほんとね紙一重で、ホームランっていう打球がね打ててるんで、まあそのうちねホームラン出るんじゃないかなという予想で山川さんにします。であとねおすすめなんですけど、オースティンですね、あと宮崎さん。オースティンはね打撃の調子良さそうですね。でもしね雨が降らなければ、まあ、村上さんとかね長岡さんとか小郷さん、雨の日のね試合って結構ピッチャーがね荒れるんで点も入るんですけど、まあ、中止になった時のねリスクが高すぎるんで、まあ、ちょっと明日のね天気を見ながら、またね変更があればコミュニティでね発信しようと思います。はい、ということでね今日はこれで終わろうと思います。皆さんいつもね高評価ありがとうございます。最近ねいいねがすごいつくんでめちゃくちゃ嬉しいですね。でコメントもめっちゃ多いんで励みになっております。ということでね今日はこれで終わろうと思います。じゃあねー。